はい、皆さんこんにちは。マーチです。皆さんの夢に向かって、おいっちに。今日は、こちら。ね、私、アップライトピアノとコンパクトカーを、こよなく愛するマーチが、うちのアップライトピアノ、ね、名前がついてるんですけどもね、このマサオくん、これを、ちょっと紹介してみようと思います、ね、でグランドピアノとの違いとかそんなものも含めてお話できたらいいなと思っております。はい、アップライトピアノね、蓋を開けるとこんな感じになりますね。はい、で、これが譜面台なんですね。これが譜面台で、この譜面台こういうふうにこう開けて、この上に楽譜を載せて、やるんですけどもね。で、私は伴奏なんか依頼されてよくやることが多いので、紙をつなげた楽譜をこう広げて、やることが多いんですね。で、その時にまあ紙っぺらですからね、この紙っぺらがこういうふうに置くと、まあなんともその不安定というかね、もうちょっとしっかりこうしてくんないかな、ね、ちょっとでも風が吹けばパッと飛んでっちゃうような、そんな感じがあるんですね。で、ところがこちらグランドピアノなんですけどね、グランドピアノは譜面台がちゃんとこう面になっているので、こういう紙の広がった楽譜を置いてもね、すごく安定感があるんですね。で、よくグランドピアノの方が良くて、アップライトピアノがっていう話はよく聞くんですけども、いや、マーチはそんなことないです。どちらも好きです。で、アップライトピアノっていうのもこよなく愛してね、今お送りしてるところなんだけども、そのアップライトピアノもグランドピアノと同じにならなくていいんだけど、グランドピアノのいいところをアップライトピアノにも活かせないかということで、この不安定な楽譜を置く独自の方法、これを見つけましてね、今それを使ってやってるんですけども、まずこれなんだかわかります？これね、プリンター、ブラザーのプリンターの箱の中に入っていた緩衝材です。はい、これがねぴったり合うことが分かりましてね、これですよ、これをこうやって置くんですね。はい、でなんで置くか、ね、これももう一つお話ししなければいけないんだけども、はい、ここに私が今使っているベートーベンの変レ版の楽譜があります。ここにこれね。で、アップライトピアノってね、この譜面台がね、ここ見えるかな、これ出っ張ってんですよ、ここね。これ多分ね、これ画面譜面がこっちに、来ることのないようにこう出っ張ってると思うんだけど、この出っ張りがね、このめくった時にこういう風にここがね擦れてね、ここが穴が開くなんてことがねよくあったんですね。で、それを防ぐためにさっきお見せした緩衝材をこのように置くんですね。はい、そうするとさっきの突起物にかからないのでいいということです。このまんまで楽譜を置いたらさっきと変わらないので、実はもう一つこのような板を私今使ってるんですね。で、これ1枚の板をこれ2枚こうつなげてるんですけどね、何でつなげてるか、こんな蝶つがいでつなげてるんですね。はい、でこの蝶つがいと、それからこの蝶つがいがね、ネジが少し飛び出るんですね。だからネジが飛び出るんで危ないので、この、保護材ね、これも、2本セットで売ってるんですけどね。なのでこれこっちはただね、でこれ板が1枚110円なんです。で2枚ありますね。で、蝶つがいが3つセットで110円なんですね。で、この保護材、これも2つセットで100円なんです。はい、合わせて440円で
独自で作ったグランドピアノに似せられる譜面台です。それをこのように置きます。そうするとどうでしょうね。グランドピアノの面だった譜面台がアップライトピアノにも出現します。そうするとこうやって置くとまあ安定感があることね。これがね、私ちょっとナイス発明じゃないかなって思っている部分なんですね。はい。でこの広げた楽譜はこれで安定しましたね。で先ほど言ったこの大事な大事な高い楽譜変例版、これをできれば綺麗に使いたいなということで、こう広げてめくってもめくってもここに干渉しないんですね。ね、これは一石二鳥三鳥四鳥ぐらいありそうですね。はい。でこれがあることで、このグランドピアノはここがいいんだよねっていうのがアップライトピアノにも応用できるという、そういうことですね。それからグランドピアノというのはほとんどの方がこの蓋を開けて、この弦むき出しの状態でこうやって弾いてるんですね。そうすると、こうやって座って弾いていてもね、ドンと音が入ってくるんですね。でこれがグランドピアノの特徴でもあり、自然な響きという感じがあるんですね。ところが、アップライトピアノというのは箱型になっていて密閉されてるもんですから、音はちゃんと響くんですよ。グランドピアノとちょっと響きが違うというふうに感じる方が非常に多いんですね。でそこでこのディアパソンピアノ、これは 132CE という、ピアノなんですけどね、この蓋開けるとね、はい、ここにある部品があるんです、はい。ご覧になれますか。これ隠れてる部品があるんだけどね。でこれ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 でこれをね、こう立てるんですね。そうすると手を離してもこういう感じ、いわゆる半開きで開くんですね。はい、この半開きで開いた状態で弾くとグランドピアノのダイレクトに入ってくるものとほぼ同じになる。動画で伝わるかな、それどうかな。閉めた時もう一回開けてみたりなんかして、ね、開けてみる。変なところ引いちゃったね。はい、こういう感じでドンと入ってくるピアノの出来上がりということで、はい、こういう風にするとね、あのアップライトピアノも、ほぼグランドに近い状態で、練習できたりなんかするんでね。でなんで、アップライトピアノがマーチは好きかというと、なんか弾いてて面白いんですよね。なんかこれうまく説明できないんだけど、なんか弾いてて面白い。グランドピアノもすごくいいんですよ。当然私もグランドピアノ大好きですし、グランドピアノだから表現できることっていうのもあるんだけども、なんかこの練習してる時はこのアップライトピアノ弾いてるとなんか面白いんですね。なので、もし、アップライトピアノをお持ちでね、私と同じようなことを思っている人がもしいたら、いい参考になるんではないかなと思ってこの動画を、撮っております。440円でこれできますから、これおすすめですんでね、でぜひ、お家のピアノもこのようにちょっと細工をして、楽しんでみたらいかがかなと、思っております。はい、全てノーカットでお送りしております。はい、こんなアップライトピアノはいかがということでお送りいたしましたね。初めてご覧になった方、私はマーチと申しますね。
これを機会に、チャンネル登録していただけたらすごく嬉しいです。ね、この動画が少しでもいいなと思ったら、いいねボタンもよろしくお願いいたします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。マーチでした。はい、おいっちに。